皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。TSMC 田中大一ツイッターをご紹介します。今は2022年6月2日。11時2分です。それでは始めます。1分前。 ガーシーの芸能界暴露と今回の維新自民のスパイ活動はやばい内容で暴露した人たちは殺されるレベルの案件。ガーシー、立花市、黒川市は視聴者から注目されているので殺しにくいだけ。立花市も黒川市も去年ウイルス感染しています。病気や事故に見せかけて殺すのは簡単。みんなで注目して守りましょう。23分前、維新と自民党がこれほど どれほど中共スパイに浸透されているかがわかる動画。そして黒川厚彦さん、NHK 党幹事長、翼野党さんのツイートを紹介しています。緊急ライブ、帰化中国人、元林、NHK 党に10億円で議席を売ってくれ。紹介者は自民党のえ藤末健造、原田裕美、維新の会、池畑幸太郎、高村努。 事件のその後、売国国会議員の実態、NHK 党幹事長黒川厚彦談話、そして動画へのリンクが貼ってあります。こちらの動画も概要欄に置いときますので、必ず見てください。そして拡散よろしくお願いします。12時間前、自民党の藤、ま、末健三、自民党の藤末健三、自民党の藤末健三、自民党の 参院議員が NHK 党に推薦してきた、帰化中国人の現林氏が10億円で議席を買うと言ってきた件自民党がまともなら、自ら、富士、末、<laughs> 読めない。富士末議員。富士末健造参議院議員。皆さん覚えてください。富士末健造参議院議員を処分するはず。処分しないなら、自民はすでに中共に乗っ取られている。 そして、黒川厚彦、NHK 党幹事長、翼の党さんのツイートを紹介しています。昼、党首からラインあり、本当に身の危険を感じていると切迫した様子でした。帰化中国人の元林氏に10億円で議席を売ってほしいと言われた件、N 党の役員会でも話題になっていました。紹介者は自民党の藤末健造参議院議員。14時間前、維新の会、 高村努議員秘書、自民党藤末健造参議院議員、ともに日本に帰化した中国人スパイを NHK 党に推薦し、金の力で議席を買いに来ています。そしてスパイを紹介していることを口外しないよう口止めしている維新と自民が率先して売国しています。立憲と令和も売国。 そして、カモフラチャンネル NHK 党さんのツイートを紹介しています。NHK 党に、喫化人を紹介し、特定枠を売ってほしいと近寄った自民党、藤末健造参議院議員の事務所に、電話こちらも、こちらもどうぞ見てください。 NHK 党党首の立花隆さんは本日6本の動画をアップしていますが全て重要なのでぜひ見てください。維新の会と自民党がいかに腐敗しているか、中国共産党の手先となり中国スパイを国会議員にねじ込んで売国しているか、やり口がわかります。こうして中国スパイがどんどん日本の中枢に入り込んできている。タイトルだけ読みます。 令和新選組の参議院特定枠で当選したら10億円支払うの具体的うんぬん。NHK がまた犯罪。1億8000万円詐欺。私が担当していて同種のうんぬん。お金を使って国会議員になろうとしている中国ちか人、現林。うんぬん。私に公認申請してきた中国飢餓人。二人とその人を紹介してきた国会議員。うんぬん。私に公認申請してきた中国飢餓人。 二人とその人を紹介してきた、う々。ぬん。十億円かける七百議席、七千億円。十億円で一議席を変えるならば、たった七千億円で日本を完全に買収できることになる。そうすれば、十一兆円の使途不明金も海外援助もし放題。結局、日本国民が搾取されることになる。すでに九割の議員は海外税の言いなりだが、日本支配を永続化させるために徹底的にやっている。 以上、今回はここまでです。橘さん。黒川さん、そして田中太一さんを守るためにも皆さん拡散です。闇を火にさらけ出しましょう。それではまた。ありがとうございました。